皆さん、こちらの写真を見て、こちらの写真が何に見えますか？これを見て何を想像しますか？ただのガラクタでしょうか？それともゴミでしょうか？僕は少しちょっと視点を変えて、何かこういうものでできないかな、面白いものは作れないかなと日々考え、ものづくりをしています。そしてそれが僕の趣味です。僕はレストハウスでアルバイトをしているのですが、これはレストハウスにあるものだけで作った作品です。捨てられたり廃材になったり、また必要とされなくなったものを使ってこのパチンコを作りました。世界各国から来られるゲストにこのパチンコを提供して実際にやってもらうことで、面白い、何かこれ面白いなってコメントをもらったり、その中で起こる会話を楽しんでいました。で、当初僕はこのパチンコを作るという発想があったわけでもなく、このパチンコを作りたいというそんな強い思いがあったわけでもありませんでした。でも何かこの廃材を使って何か作りたいなと思ってこのパチンコを作ったんです。まあ、ギャグですけど Go to sleep とかちょっとしょうもないものも入ってます。こちらすっごいシンプルなんですけど、ゲストハウスに余ってた、机ですね。半分に割れた机、ちょっとこれなんで半分に割れたのかわからないんですけど、でそれを使って僕はこのローラーボーラー、大道芸人さんがよくやるようなこれを作りました。で、スウェーデン人の友達、80キロぐらいある友達にこれに乗ってもらって遊んでもらったんですけど、実際壊れることなく強度もしっかりしてます。すごいしょうもないものなんですけど、どちらも僕はこれを使って何か新しい発見をしたりっていうよりも、ものづくりっていうところの話ではなくて、僕は今日お話しすることはブリコラージュの話です。で、ちょっと何を言ってるのかわからないな、でブリコラージュってなんだ、ブリッコかみたいな、そういう反応があるかもしれませんが、そうではありません。ブリコラージュの定義は、あり合わせの道具、材料を用いて物を作ること。そしてブリコラージュをする人のことをブリコラ、このように呼びます。フランス人の文化人類学者レヴィ・ストロースは著書野生の思考の中でこのように言っています。 The rules of his game are always to make do with whatever is at hand. That is to say, with a set of tools and material. 持ち合わせ、すなわちその時その時限られた道具や材料を用いて物を作ること、何かをすること、それがゲームのルールである、規則である。このゲームというのはブリコラージュ、ものづくりをする中での世界観、つまり僕たちが普段いる生活環境のことを指します。僕がこのブリコラージュと出会ったのは今から約2年前、僕がフランスに留学していた時のことです。一番右端にいるのが僕で、その横にいるのがフランス人のお父さん、結構可愛いですよね。で、このお父さん、一見可愛く見えるんですが、実は機械エンジニアです。そして普段設計図をもとに機械やマシン、またその部品を作ったり、そういうものづくりのプロフェッショナルです。でもお父さん、そういうプロフェッショナルな面も持ちながら、実はすごい不思議な面も持ってたんです。これ何してるか分かりますか？実はお父さん、家の外や中を歩き回って、家の廃材、ペットボトル、缶、家の何か使われないものとか捨てられているもの、それらを探してものづくりをしていました。その時にこのお父さんの行動が全然なんか納得いかなかったですし、わけが分からなかったので、それ何してるの？こう聞きました。その時にお父さんから返ってきた言葉がブリコラージュだったのです。そしてお父さんはこう続けました。たつき、今世の中にいろんなものがあるけれども、それらは買ってまた捨てて、この繰り返しをしている。それで僕たちが
普段捨ててるものであったり、ちょっと壊れたもの、それはだってほんま必要なんじゃないか。でも僕たちはそれらに目を向けず、何か新しいもの、何かまた古いものはもう流行りしたりとかあるので、それらはもういいって捨ててしまう。その考えがちょっと古いんじゃないか。それはちょっと視点を変えることでリサイクルもできるし、新しいクリエイティブなアイデア、こういう発想にもつながる。お父さんはこう僕に言いました。なんかそのブリコラージュっていう音の響きから何かちょっと可愛らしさがあったり面白さがあったり、ただその発想がちょっと面白いなと思ったので、僕はブリコラージュについて研究をすることにしました。研究といってもフィールドワークです。レヴィストロースは著書野生の思考の中でブリコラージュと対比させるためにエンジニアリングを用いています。エンジニアリングとは現代の科学的思考、そして科学的思考は設計図を用います。設計図を用いてものづくりをするので、できたものは常に完璧。例えばこの今日皆さんがいる会場アイサイトであったり、僕たちが普段触るもの、見るもの、そして建物、それらのものは設計図を用いて常に完璧な状態にあります。だから手を加える必要はないんです。それに比べてブリコラージュ、レヴィストロースの言うブリコラージュは野生的思考、未開社会のことを指します。野生的思考は設計図を用いません。あり合わせのもの、手持ちのもの、自分の周りのものを即興を生かして作る。なので完璧にはなりません。完璧にはならないからそこに何かを付け足す、そしてまた完璧ではないから次のものを作ってまた付け足す。そういうふうにして僕たちの先祖は、まあ祖先は文化を築いてきました。これが発展というものです。そのブリコラージュでも日本に帰ってきて、この発想する人はいないのかな、ブリコラージュはないのかなっていう研究、いわゆるフィールドワークを続けていくうちに、僕の身の回りに意外とブリコラージュをする人、そしてブリコラーはいるんだということに気づきました。そしてレヴィストロースの言うあり合わせで作るを応用して、あり合わせで生活する、こういう仮説を立てて僕はフィールドワークをすることになりました。この写真、僕の母が冷蔵庫の食材とにらめっこをしている様子です。これは世の中の多くの主婦さんたちがやっている行動だと思うのですが、家に帰ってきた子供たちがお腹を空かして、これを食べたい、あれを食べたい、たまには意味のわからない注文をしてきます。それに対してお母さんはある食材、ある調味料、そしてお母さんの腕を使って時間的制約を受けながらも子供の要求に応えるしかないんです。それが無茶であっても。僕は高校生の時に家に帰ってきてお腹を空かしてこう言いました。お母さんステーキ食べたい、そんなんあるわけもないのに。でそう言った時にお母さんはちょっと待ってって言ってこの行動を取りました。それでバッとこんにゃくステーキが出てきました。いやと思いながら食べてみると、それがとっても美味しくて、こんにゃくステーキもありだな、こういう発想に僕はなりました。でこのこんにゃくが豆腐になることもあったし、また違うものになることもありました。その時に僕の考えが少し変わり、ステーキは必ずしも肉ではない、そしてあり合わせのもので作ったものは意外な発想を生み出して面白いものを作るな、これ美味しいなと思ったんです。これ僕の実家の2階のベランダを工事した時に出た廃材です。廃材といっても少し古びた木材なのですが、皆さんならこれどうしますか？捨てますか？それともちょっとお金を払って業者に引き取ってもらえますか？僕の父はそうはしませんでした。これをあえてキープして家の西側の洗濯物干し場、これを作ったんです。父のこのクオリティはすごいっていうのもあるんですけど、もっと注目すべきは設計図がない中でこれらのものを作ったこの即興性、そしてこのスキルです。でも僕たちは料理もこの料理であったり作り物であったり、お互いに共通していることは設計図を用いずあり合わせのもので作ることです。じゃあなんでこのブリコラージュ、僕こんなにブリコラージュ立ち続けて熱く語ってるんでしょうか。でなんでこれが
今の世の中に必要なのでしょうか。僕たちの今の世の中って物で情報で溢れてますよね。友達が目の前にいてもスマートフォンを触ったり、何か物を作ろうとしても常に Google であったり Yahoo であったり、いろんなもので検索をかけます。そうすることで僕たちがもともと持っていた野生的そういう感覚ですね、感性であったり理性、また五感、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、そして触覚、僕たちはそういう感覚が鈍ってきていると言われています。こうなっていませんか。今日僕ここに来るときに電車を使ったんですけど、ほとんどの人がスマホをこうやって見てました。横に友達がいるのに、上司がいるのに、その会話を楽しまずスマホで何かをしてたんです。それってちょっといいんだけども何か寂しいよな。でそうすることで僕たちは頭を使って体を動かして、で心で何かを感じ取る、そういうことを、そういう感覚が薄れてきたんじゃないかなというふうに僕は思ったんです。でもブリコラージュすごく簡単です。ブリコラーになったらこういう野生的な感覚は養えて、僕たちの社会はもっと良くなると思うんです。今とても便利な世の中になりました。そのエンジニアの方のおかげですごいいろんなものが増えて、僕たちの社会は豊かになりました。ただそこに僕たちが失ったもともと持っている感覚であったり感性、理性、それらを付け加えることでさらに大きな、そして豊かな社会になるのではないかと僕は考えたんです。ブリコラージュしてみたいですか。ブリコラーになってみたいですか。っていうのも僕たちそれぞれはブリコラーなので、ただそれを失っているだけでも、その感性、感覚を取り戻すのはすごく簡単です。じゃあどうやって実践していったらいいんでしょう。プロセスは3つ。まず設計図を用いない。そして自分の今の状況、自分の手持ちのもの、周りのものを把握すること。で次に想像です。例えば僕の母がやっているように冷蔵庫を開けてそのものと対話をする、触る、匂う、感じる、そして頭を働かせて想像する。そして3つ目、創作。設計図がない中で作るのは難しいですが、ああでもないこうでもないと言いながら失敗しながら、そしてまた繰り返して、また新しいものを作って、また失敗して、また繰り返す。こう創作することがブリコラージュをしてブリコラーになれる、こういうノウハウです。僕が今日お話ししたことは、社会に大きな影響を与えるイノベーションではなく、生活の小さなところに起こすイノベーションです。僕たちが普段失っているものであったり気づかないところ、それってもともと先祖祖先であったある方が持っていたもの、でもそういうものを取り戻すことはできます。もう一度この写真を見てください。これをゴミと思うか、それともガラクタと思うか、また発展を変えて何か新しいものはできないかな、何か社会を変えてやる、そういうアイデアが浮かばないかな、こういうようなものを考えてください。じゃあ今日家に帰って冷蔵庫を開けてみてもいいですし、例えばレシート、もらったレシートを捨てるのではなく、それを切ってメモにするとか、そういう小さなことでいいんです。そういうことを繰り返して、僕たちはブリコラ、そしてエンジニア、そして豊かな社会を築いていきましょう。ありがとうございました。